ペットボトルを切って丸めたものにカラー粘土をつけて花のペン立てを作りました。まず、つるになる部分のカラー粘土を貼っていきます。カラー粘土はペットボトルにもよくつきますが、剥がれないようにつるとつるを重ねるように交差させるように貼っていくといいです。次は葉っぱを作ります。葉っぱの形に平らにしたものに葉の筋をつけていきます。粘土べらや物差しを使うといいです。これを先ほどのつるに立体的に貼っていきます。根元のペットボトルのくぼんだところに茶色の粘土をつけます。こうすると倒れにくくなります。今度は花を作っていきます。クッキングシートに挟んで薄く伸ばしてください。シリコンコーティングなのでひっつきません。抜き型で花の形に抜きましょう。これを鉛筆のお尻などでグッと押し込むようにしてしっかりとつけます。花も立体的になります。いい感じですね。ちょっと 花を増やしてみようと思って青や紫も増やしてみました。ちょっとつけすぎたかもしれません。今度は花の真ん中につける黄色を切っていきます。小さくちぎるのは難しいのでハサミで切るといいです。丸めたら先ほどのくぼみに入れて鉛筆の平たい方で押し付けます。これで完成です。